大関雑巾は、江戸時代末期の大名。下屋国黒羽藩十六代の藩主。明治維新後は死者。下営2年1月5日、丹波国産家藩主、谷守茂の諸子として生まれる。日立府中藩主、松平来説の三男、松平来勲の三男とする説もある。慶応3年12月の黒羽藩十五代藩主、大関松広の死去により、 慶応4年3月5日に養子として家督を相続する。母親戦争では新政府に標順した。11月21日に15位した三作守にジョイ人関する。明治2年6月2日、新政府より衛星商店録として1万5000国を与えられる。6月22日には反赤奉還により黒羽藩知事に任じられ、 明治4年7月14日の廃藩地検で、地藩寺を免職され、8月15日に東京へ移った。明治5年2月にアメリカへ留学し、明治6年に帰国。明治7年に大抗議に任じられた。明治17年7月8日、死者区を除職。明治18年7月12日に国四党。明治20年12月26日に、正五位。 明治25年十4位、明治30年7月22日に生4位、明治36年6月30日に13位、明治38年8月8日に生3位、訓三等に上され、随宝賞を授与される。8月9日に東京帝国大学病院で死去した、去年57、ありがとうございます。